こちらにいるエサ魚のお話をさせていただきます。こちらの方が若干白っぽい体してますね。そして豆太郎の方が濃いです。りんごはおやつなんですけれども、普段のご飯は何かというと、日差しがさっき持ってきた竹の葉っぱの方が普段のご飯となります。主食ですね。パンダもね、パンダとついてますけども、こちらのパンダも竹の葉っぱを食べます。レッサーパンダは本来野生だと単独行動といって一人暮らしが普通なんです。ただ冬の時期ですね、繁殖期といって野生でもオスとメスが出会う時期ということもありまして、スーラシアでも7月下旬からもうちょっとですかね、春もずっと暖かくなるくらいまでの期間限定でオスとメスが一緒にね、このように出ているというふうに、出すというふうにしています。この2頭ともとってもドキドキして、お互い近寄らないようにふっくら過ごしているのが、人間からしても、目に見えて分かったんですけれども、ちょっとずつ仲良くなってきたりしまして、今ではこのように近くなっても喧嘩はすることはなくなりました。でもどうやら心には波があるそうでして、今日は一緒にいてもいいよと同じ木で並んで休んでいる方もあれば、今日はちょっと嫌だなと思ってこっちの木とあっちの木っていう風に離れ離れで過ごしてたりしますね。ちょっとレッサーパンダの複雑な心をちょっと読み取るのが難しいなと思いながらも、面白いなと思いつつちょっと毎日観察をしているところです。木に生えてる竹に対して自分の手で口元に手繰り寄せて食べます。ただレッサーパンダかっていう単独の蚊ができたんですね。